テレビでおなじみの IT ジャーナリストの三上洋先生をお招きいたしまして、ひるおびの、ね、公開収録ということで、ツイッターでイーロン・マスクが買収しまして、なんかツイッター終了みたいなのがトレンドに上がってますので、その話を三上さんに。そうですね、敵対的買収が行われまして、ツイッターグループがですね、約8ドルになりました。8ドルになったということはですね、これここで認証バッジがもらえますみたいなビジネスにつなげようというのがイーロン・マスクの狙いなんですね。イーロン・マスクというのは言論の自由で、何ですか、武さん、何ですか、もうこの話はどうなんですか。ああ、違いました、今日そうでした、すいません。実はですね、ご存知の方少なくないかと思いますが、三上洋先生は IT ジャーナリストとしていつもテレビに出てますけど、実は僕らの先輩シーバーということで、今日はですね、ここから3つぐらいの、テーマの、発表があるんですけども、ライセンスフリー無線の歴史を今回ね、久々の解説で見直してみたいということで、今の茶番は桃助さんにこういうふうにやってくださいってそこで打ち合わせしたんですよ。すいません、やったらドッカンってきますから、ドッカンってきてから座って話しましょうって言ったんですね。ここは私のせいじゃないんですよ。桃助さんの問題です。すいませんでした。お願いいたします。世田谷区移住の三上洋でございます。よろしくお願いします。階段形式で、はい、ライセンスフリー無線の歴史についてお願いします。お話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずは早速ですね、三上さんの市民ラジオとの出会いからお話をお聞かせいただければと思います。はい、もう小学4年生5年生に、大体私57歳なんですけど、その時は BCF 海外短波放送のブームがあって、そこから CB に行って、そこからアマチュア無線に行くという、当時の無線少年たちの王道でございます。昭和40年代生まれあたりは、昭和40年から50年かけてに生まれはですね、すでに世界とつながるとか、免許を持てるみたいなのがちょっと憧れがあったというところで、そんな感じで無線を始めたというところでございます。なるほど。でその頃っていうのは、僕はリアルタイムでは知らないんですけども、ラジオの制作という雑誌がこのライセンスフリー無線、市民ラジオの世界をリードしてたってイメージがあるんですけど、実際そういう感じなんですか。媒体がないんですよね、これはどんな趣味でもそうなんですけど、当時の趣味的なものをやっていく媒体っていうのは雑誌しかないんですよ。ネットもありません、新聞では取り上げません、テレビでも取り上げません。そういう、いわばマイナーな趣味のものを全国的に何かやるっていうと、本当に雑誌しかないっていう状況です。なので私も雑誌を見て、無線 CBCL 海外短波放送っていうのを見て、あ、ここに CB っていうのがあるんだというところで言うと、このこれの2枚先ぐらいかな、ごめんなさい、ラジオの制作という本、もう1個先ですね、ラジオの制作というこういう本を見て、ここに CB っていうのが偶然載ってたから興味を持ったっていう入り口になったんです。BCL について見てて、はい、市民ラジオっていうものがあったんだ。そうです、そうです。そういうイメージ、ですので、この時はこうまだ純粋な少年なので、これを見てワクワクしてたんですね。今の時代はどっちかっていうと、 YouTube 見てたらですね、なんだかどうも邪悪な桃助さんの人がですねなんか市民ラジオだ、フリーランセンスラジオがあるよって言って洗脳されて入ってくるわけですけども、この時もまた無垢な少年が本を見てワクワクして入ってきた。今ここに、ね、今日も何かおじさんたちね、はい、大学生ぐらいの子も見ましたけど、はい、チャンネル見てこうなっちゃったっていう。でもだからね、モノスクワームチャンネルと羅生が同じだって話なんです。なるほど。どっか間口がないとそこに入ってこないわけですよね。正直ここにいらっしゃるような方たちっていうのは、もう次に振りだって何よって分かっててコミュニケーションしようとわざわざ来てくれる。そこに入る入り口が何かっていうと、当時はこの雑誌しかなかったからですね。でもそれで言うと BCL とかやってる雑誌で CB が出てたっていうのはすごくマッチしてますよね。そうですね。だからそこはこの、当時そのラジオ関係の雑誌っていうのがですね、このラジオの制作っていうのと初歩のラジオっていうのが2つあって、
まあ、大体ショラ派なのかラセイ派なのかみたいなことで分かれていたんですけど、 CB が乗ってたのがラセイだったっていうところですね。そういうことですね。で、まあ、じゃあイメージ的にはこういう BCL の雑誌からシミナージャ入って、で、まあ、アマチュア無線に行くみたいな。そうです、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 そうです。そういう仕掛けを考えたのが、電波新聞社の当時の担当者さん、ね、でそれに乗ってライターとして仕掛けたのがメインの E55 皆川孝之さんという方がいて、当時今のモスキー的な邪悪な立場だったのが皆川孝之さん。そうです、そうです、そうです、そういうことでございます。そういうことです。失礼、大変失礼で言ったんで。いやいやいや、布教する人だったと。なるほど、はい、で最初はあの三上さんも普通の読者だったわけです。そうです、そうです、はい。でなんかこう皆川先生と交流を持ってってっていう流れなってなく僕も知ってるんですけど、どういう経緯でそういう風になってるか、はい、もう本当に普通でして、ごめんなさい、次のブロックへ行っていただいていいですか。当時中学3年生中学2年生で始めた時に、まあ、羅生を見て、次のブロックですね、ごめんなさい、これ次のブロックです、はい、羅生を、これが皆川孝之先生っていう、この方はあのジャーナリストなんです。本業はジャーナリスト。結構社会派でして、キューバ行ってカストロにインタビューを取ったとか、当時大問題になった、ある宗教団体にインタビューをしたりとか、結構社会派のジャーナリストの方なんですけど。政治とかそっち系の。どっちかというと週刊誌の記者さん風なジャーナリストです。特ダネ取りに行くような人たちです。あ、そうなんですね。まあ、あのラジオの制作で、大伊勢原市に大山って大きな山があるんですけど、大山に行きますと。なんでアイボールしに来ていいよっていうので、まあ、中学2年生のまだ純真だと私が言ってですね、まあ、その時にお話ができたというところです。すみません、次の次をこう、実はこれが私でして、中学2年生か、これは皆川孝之さんですけど、メールの E55 この時に知り合って、そこからなんやかんやって感じですね。でここで始めた時から皆川先生との交流が始まって。そうです。でもなんかいきなりこう羅生を制作する立場になっていったわけじゃなくて、徐々になんかこうあれですか、イベントとかで交流を深めて、そういう感じですね。中学3年生とか高校1年生とかで、多分友介さんなんかもそうだと思うんですけど、何かやろうっていう時に誰かを呼んで一緒にイベントやったり取材行ったりビデオ撮ったり、そういう時に若者を呼んでくれるんですよ。あ、まあ、なのでそこのタイミングで仲良くなって、ちょっと2つぐらいはもうちょっと戻ってもらっていいですかね、すいません。ハムフェア、アマチュア無線フェスティバル、ハムフェアに CB のブースを出そうという、もっと戻っちゃいます。すいません。QSL カードの画面をお願いします。で、もっとずっと戻ってもらえて、で、当時ラジオの制作はソニーのタイアップで夏のイベントをやったんですよ。で、なんと日本全国10カ所にソニーの社員が、全部全国に行って、でちゃんと全国に一個一個免許を取った、免許を取ってやるっていうのをやったんだけども、まあそれがですね、まあ2年しか行けなかったかな。やっぱねすごい予算がかかるんですよ。でなくなるって時に、まあじゃあそれを例えばハムフェアでやりましょうとか、もっと規模小さくしてやりましょうっていう時に、ちょっと俺も手を挙げてちょっとやらせてよって言って、これなんかはだから1981年にハムフェアの会場で初めてその CD のブースを出したっていうのがこの頃です。それに CD のブースを出したりイベントのお手伝いをしたりしてみたいな感じでやってきたって感じです。なるほど。結構それ今聞いてと思ったんですけど、僕がモモチャンネルでやってることに似てます。いやだからね、今日その話なんですよ、全く同じだと。ただ違うのはまずね、時間、ラジオの制作っていう本に、まあ、あの移動予告告知コーナーとかあるんですけど、 その移動予告告知コーナーの締め切りは1ヶ月半前なんです。
今みたいにツイッターで明日移動しますとかっていうわけにいかない。いかない、いかない。なんでみんなね、2ヶ月前にはどこに何時からオンエアするっていうことを決めないと告知できないわけ。それじゃあジョージさんみたいな常に遅刻する人絶対無理じゃない。無理です。無理です。何ヶ月も前から、ね、言ってその時間に運用する。なのですごい貴重面な人ほど有名になれるっていう時代ですね。ああ、なるほど。ジョージさん無理でしたね。だね、今に来ててよかった。思いつきではなかなかできない時代だったってことですね。はい。あ、なるほど。似たようなことやってるけどやっぱりネットが前線の今と違ってこう長い時間をかけて一つのことをやるみたいな。そうです、そうです。でレポートとかの次 の、 その締め切りがあってその次の号のラテで出てくる。そうです。だからな、7月末のイベントはもう俺ら的にはライター陣からすると4月5月に準備を始めて募集をかけなきゃいけない。すいません、次のこれを持ってください。でそこではですね、まあさっきその予算がなくなったって話をしたので、じゃあこれ読者がやろうということで、当時ソニーがですね50万出してくれた。だけど50万って多いように見えて QSL カード作ったりしたらもうすぐなくなるんですよ、で全国10カ所に公募で集めて、QSL カードと旗を用意して、でそれを10カ所の移動隊にこう発送する。その発送の準備はだから5月とか6月にやってイベント終わって乗るのが9月10月って感じで、まあすげえ長いスパンで、あの時間のな緩さの流れで僕らはよく生きてきてるねと思います。なるほどね。でもまあそういうことを通して手伝いながらだんだんこうラセを作る側の方に、まあ、近づいていった。そうですね、そうですね、はい。次かな、この次を言ってください。これのびっくりするんですけど、まあ、これが昭和何年だろうな、90年代の惰性ですけどね、今じゃ考えられないです。これ俺んちの住所が出てます。もっと言うと、もうこの辺鳥羽さん、なんか鳥羽さんの住所出てます。鳥羽さんの住所出てます。これ今の住所ですか。もう違う、大丈夫、出ても大丈夫。大丈夫、国分海老名市だと大丈夫ですか。大丈夫ですか。全然住所出てます。なんなら電話番号も出てました。そうですね、もうこれないと QSL カード交換できなかった。そうです、そうです、そうです。もうこれが当たり前の時代だったのは40年前、まあ、30年前までギリギリいけたかもしれないですね。なので高校3年生の時に、これはもともと告知板っていうものだったんですけど、読者投稿をまとめて載せるというのを三上くんアルバイトでやってよっていうんでやらせてもらったんです。あ、じゃあ本編じゃなくて読者投稿の研修みたいな立場から関わり始めた。そうです、そうです、そうです。なんで今で言えば桃助さんの動画を編集しますみたいな感じですね。あ、なるほど、なるほど。アシスタント的な立場で始めていったということですね。でその後どうなっていったの、どうなっていったんですか、ラセが。で、皆川隆之さんは本当にその CB 無線というものが少年たちを楽しませる趣味としてのイベント、呼びかけましたし、からソニーとタイアップ取ってきて大きなイベントも仕掛けたり、まあ、その当時はその CB 無線、市民無線のテレビコマーシャルが流れてたような時代だったんで、そういうのやってたんですけど、まあ、ある意味ですね、ちょっとドライなジャーナリストなんていうか、僕らみたいな趣味一辺倒でやりたいやりたいっていうのも、まあ、イベントの仕掛け人に近いですよ。なるほど。で、ある雑誌にも書いたんですけど、当初から皆川隆之さんという人はラジオの制作のその、必ずハガキが入ってます。で、ハガキにこうチェックマークがありますよ。好きなコーナーみたいな、自分が好きなコーナーはどれですか。今ないのかな、漫画でもありましたよね、好きな漫画週刊誌で、あれの集計で CB のコーナーが2割切ったら俺は辞めるってずっと言ってたんです。でね、この時にやっぱり免許制がなくなったこともあり、ブームも終わったこともあり、今に切っちゃったんですね。で、皆川さんもうやめたって言うんですよ。もうやめたってね、別に後継がいるわけじゃないんですよ。後継は高校3年生の俺しかいないんですよ。高3だったんですね。
そう、候補さんですよ。そんな人に任せられるわけないので、他の人がいろいろ入れ替わり立ち替わり書いたりして、まあでも俺はあの編集部にベタッとくっついて、あの知り合い知り合い知り合いよってずっと言い続けたので、まあ、あのじわ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 ーっと人事を広げてってですね、ラセのコーナーを乗っ取ったよ。ああ、なるほど。その大学生ぐらいになってからじわじわ侵食して、侵食して、で三上さんがラセのコーナーを持つように変わっていったという。そうですね、はい、じゃあ三上さんがラセのコーナーを書き始めたら免許制が終わった後のライセンスアトリウム戦のシミュラージョン世界ってことなんですね。面白いことにですね、今と真逆なんですよ。当時昭和の時代は要するに子供たちは外と世界とを見ることは本当にね、日曜日の朝にやってるテレビ番組の世界旅行みたいな、そういうのでしか見たことない。で、そこでやれることは世界に一つのコールサインを持つということが当時はある意味少年の憧れだったんです。あー、コールサインが発行されることが憧れだった。そうですそうです。だから私も世田谷 V15 というのは、これは免許が下りている電管コール、ちゃんとした免許が下りているコールサインなんですけども、それを持つことが憧れだったので、実は今のいわゆるライセンスフリー免許なしですよっていう状況になった時に、みんなああ残念と、ああ今とは違うんですね。そう、逆のこと言ってたわけです。そうですそうです。だから当時はステータスだったし、免許なしですね、アマチュア無線の一歩手前なわけですね。勉強しなくても申請すれば免許もらえるんですよ、世界で唯一のコールサイン来た、ちゃんとちゃんと電波管理局って書いてある、嬉しいっていうのが今だから真逆になったって話ですね。じゃあどっちかっていうとそこから下火になってた。そうですそうですそうです。なんでまあちょっと残念ながら私が CB コーナーをこの雑誌でやる頃にはだん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 こう下火になっていってっていうのがありましたね。なるほど。でその中ででもなんかこうなんとかやっぱ三上さんを書きながら盛り上げようとしてったわけですよね。まあまあね、でもやれること限られるので、やっぱりそのイベントをやりますと、ちょっと最後のコーナーまで持ってきてほしいんですけども、まあ、イベントをやりますとか、その、例えばこれなんかはそのさっき言ったそのソニーの移動イベントを S 夏にやってたものを読者移動隊というものに切り替えて、ここ大田区の若者がみんな集まってるんですけど、この人たちに旗とか、トランシーバーとか免許とか規制するからみんな送りつけてやってねっていうようなことは、まあ、やりました。あのじゃあこれ免許制時代に降りたコールサインとかで運用ができるよみたいな。そうです。あ、記念局運用的なノリだった。そうですそうですそうです。これがいくつもね写真があるので見てってほしいんですけど、これもうちょっと前かなですね。各局各地方のに広報してね来てもらう、あのその人たちにこう記念局できるよって言って送るっていうことをやったりしました。ちょっと今じゃ考えられないですね。いやでもね、これもだから難しいところで、そのラジオの制作って本が、まあ、当初7万部ピークで7万部売ってたんですね。本屋さんが全国に1万件ぐらいあった、本屋1軒で7冊売れてたっていう時代です。まあ、それが最盛期には残念ながら廃刊手前には1万部は切ってましたから、そうなるとやっぱりちょっと厳しいですよね。まあ、どうしてもその、まあ、ライセンスに市民ラジオ の、 まあその盛り上がりとは別に、まあ、ラセ自体の部数が落ちてるかっていう。そうですそうです、まあ、もちろんそのラセイコール CB ではないんですけども、 CB のニューカマーを入れるにはなんか当時は媒体がなかったんですよ。そうですよね。まあ、だから今で言うと、まあ、7万人いる桃介さんのチャンネルがだん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 減ってって3000人になりました。チャンネル登録数がどんどん減ってってテンションがものすごい落ちてるみたいな状況で、僕がやめるっていう感じってことですね。はい、で結局いつ頃までそのラセの CB のコーナーって続いたんですか。ラセが廃刊になったのっていつかな。あ、廃刊まであった。廃刊まであった90何年ですか。90年代後半、90何年かだと思います、ぐらいまでなって、まあ、なくなっちゃって、そうです、で終了ってことですか。そうです。ああのっていうことで、なんかここまで言ってるとなんか俺すごいちゃんとした人みたいに見える。ちゃんとした人ですよ。俺の統合癖がありまして、
まあ、ライターの仕事をやってたんですけど、ライターの仕事で原稿をたくさん貯めちゃうとですね逃げるんです。嫌になって逃げるっていうことを今まで実は4回ぐらいやってますね。なるほど。あのひどい時はハムフェアの CD ブースの運営からも逃げ、原稿16ページの特集も逃げ、そのままずっと渋谷のゲームセンターで遊んでたみたいな精神的におかしい時がありました。そういう時も含めてでもずっと、誰かが書いてくれてたんです。私がずっとやってたわけじゃないです。 CB のコーナーってすごいいろんな人が書いてくれたっていう感じですね。なるほど。まあそう言って、まあ、しばらくは続いてたってことですね。でもそこで当時からやっぱりもうダメよねって話はあって、その90年代にはもう CB ダメでしょな雰囲気になってた。CB ダメでしょっていうよりも我々のコミュニケーションの手段がないと。今で言ったらツイッターもあるし、その前で言えば一行掲示板もあったし、ネットが起きる前にどうすんのっていう話で、もうあの CD の人たちにあらゆる試行錯誤しました。まずあのニフティーサーブ、懐かしいですね、パソコン通信の会議室で CD のコミュニケーションしよう、あとはイベントの時に伝言ダイヤル使いました。そうなんですか。伝言ダイヤルで、伝言ダイヤル行って今日何時何分にどこからオンエアしますとかっていうのをアナウンスして、それでみんなで聞くとか、っていうように、多分惰性もなくなるだろうし、どうやって全国的なものを作るっていうのはなんかすごい皆さん努力してくださって。でも当時のパソコン通信の人口からすると相当厳しいですよ。厳しいです。だからそれはあくまでその今言ったその間口を広げてきてもらうんじゃなくて、既存の私たちのファンの人たちでどうやってコミュニケーションを取るかっていうところです。まあそうです。じゃあもう新しい人が入ってくる手段としてはもう厳しい。厳しいですね。ただそれがだからすごくありがたかったのは、インターネットの世界になって一行掲示板です、それからツイッターですということでコミュニケーションが取れたと。それとあともう一つは、桃介さんみたいにその面白さを伝えてくる間口を広げて、まあ、いわば新しい洗脳患者を連れてきてくれるですね素晴らしい動画を出してくださるという、この入れてくれる新しい人が来てくれるっていうところがここまで大きくなった原因なのかなと思います。でもそんな僕もですね、始めたきっかけっていうのは、はい、無線にちょっと興味持って、2010年より前、2000年から2010年の間なんですけど、はい、インターネットで調べたら当時ヤフーブログでいっぱい市民ラジオのこと書いてる人がいて、でその中であの名古屋 C79 がやってる一行掲示板の存在も知って、うんうん、僕はこの世界に入ったんですよ。そうなんですよ、はいはい、その三上さんたちがそうやっていろいろ試行錯誤してた中で、その後に、まあ、インターネットが流行ってきて、うん、ブログが流行ってきてっていう流れが出てくるんですよね。そうです、そうです。だから先ほど言ったように、あら CB はCB なりライセンスフリー特集なりっていうものは僕らの中で趣味として面白いことは絶対的に分かってるけども、さてそれをまずユーザー同士をつなげる手段がないよねというのと、間口を広げる手段がないよねっていうのは本当に課題でした。でもみんなそれの努力をしてくださってたから、まあそうなった、うまく今までねこう続いてきて、さらにこう右肩上がりになったのかなと思います。なるほど。だから本当にあの雑誌がなくなった後にユーザー一人一人がなんとかブログでも掲示板でもいいから自分のことを発信しようって、こう市民ラジオの文化を途切れさせないで来たのが、まあ、今につながってるってことですね。だと思います。あの正直そのラジオの制作で CB のコーナーを担当したしてた最後の頃は、俺はあの見届け人だと思ってた。ああ、もう終わっていくのか。もう終わっていくと。それはね、2つの意味で、このライセンスフリーっていう趣味もだし、ラジオの制作って本物だし、これ見届け人だろうと、ちゃんと後まで、まあ、ちょっとそこであのさっき言った逃亡癖が出てきちゃうので、まあそんな偉そうなことは言えないんですけど、そう思ってたので、まさかあのそれの20年後に新しい CB 機が売られるっていうことは、全く想像しないんですよ。なるほどね。本当一人一人の努力で
この状況に来れたと思うので、この後は埼玉 B 級6のそのブロック時代の話を聞きますよ、うん、はい、僕まさに毎日はレビューっていう AB 級6の曲の、はい、ブログ見て始めたんで、はいはい、この後の話を楽しみにしたいと思います、はい、あとだからぜひね、なんかこう間口を広げる工作をね、うん、ぜひなんか皆さんで、そうですね、あの皆さんでというよりも一人一人が何かねできることがあるから、そうそう、今みんながツイッターでも SNS できるんで、はいはい、僕はまあ YouTuber って立場で動画作ってますけど、みんなが動画作るのは無理だっていうのは分かってるんで、多分ね、あのツイッターの使い方としてこう、こんなに楽しいんだよってことを一人でも多くの人に表現してもらえば、そこからね、またユーザーが膨らんでいくんじゃないかなと。あの引き込んじゃえば、あの三重 DA8293 のようにハマってくれるの、うんうん、とりあえず一回復活しちゃうね、なんとかなるから、はい、ぜひ皆さん頑張りましょうということで、はい、以上 IT ジャーナリスト世田谷 V15 三上でございました。ありがとうございました。